皆さんこんにちは。今回は20周年を迎えました発掘された日本列島2014から新潟県十日町市の野首遺跡をご説明申し上げます。野首遺跡は縄文時代中期、今から約4500年ほど前の直径60メートルほどの小さな環状集落です。集落としては非常に小さな規模ですが、出てくる出土する遺物については大変注目するものがたくさんありました。なんといっても火炎土器です。土器の口があたかも火が燃え盛るように、炎が燃え盛るようにということでこの名前がついております。直線と曲線を複雑に、しかし土器を4面別々に作り合わせて、それを絡み合わせる、我々がすぐこの文様を作れと言われてもなかなかできない、非常に複雑な、しかしとても綺麗な文様です。土器は口の部分が大きく広がっておりまして、この取っ手が4方向についております。この部分を含めて火炎土器というふうな名前がついておりますが、底の方が小さいためアンバランスにも見えます。ちょっと不思議な土器です。しかし文様がやはり非常に複雑、造形的に優れているということから、1970年代にかの有名な岡本太郎さんがフランスに留学中、この火炎土器をたくさん紹介しました。そのこともありまして、縄文といえば火炎土器というイメージが今やフランスだけではなく世界的に広がりつつあります。しかし実際の火炎土器、この土器が分布する範囲は新潟県でも中越地方、信濃川の中流域、上流域に限られております。時期も4500年前のごく一時期です。どうしてこの時期にこういう土器が作られたか、ここは日本屈指の豪雪地帯です。雪の中の火炎、ちょっとアンバランス合わない感じもしますが、そこがこの火炎土器の魅力でもあります。じっくりこの複雑な文様をご堪能ください。